はい、どうも皆様こんにちは、緑茶でございます。本日はいつものようにダラダラと筋トレをやってまいりたいと思います。で、今日はまあいつもの腕立てと、あとそのローラープラスちょっとスクワット的なやつもやってみようかなっていうふうに思っておりますんでね、ぜひともご覧いただければと思います。では早速参りましょう。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。まだ腕立ての方からかな。10とね、はい、じゃあ次ローラーで、じゃあいきますよ。でね、スクワットはね、後でまとめてやりますので、カメラの画角変えないといけないんでね。少しでもなんか肩こりとか良くなるといいんだけどね。じゃあ次アブローラー、アブローラーって名前かどうか知らないけど、的なやつ。もう腕パンパンだもんね。さてと、じゃあラスト1セット10回ずつやっていきます。1、2、あ、痛い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 、肩痛い。あ、乳酸が溜まってきた。一気、じゃあ、乳酸がめちゃめちゃやべえ。じゃあ、どんどんね、動画やります。よいしょ。4、5、6、7、8、9、10、
あやってやったぜ。疲れた。今日はね、お水。ああ、お湯入れちゃった。お湯入れちゃった。いつもの癖でお湯入れちゃって。やっぱりお水美味しいね。疲れたわ。でもまあ筋トレするとね、多少はこうストレス解消にもなるしね。まあ、本格的な筋トレでなくてもいいので、多少体を動かすっていうのは健康維持にいいんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。いやいやいや、じゃあスクワットやりますかね。よいしょ、やろうか一緒にね。じゃあスクワットやります。正しいやり方知りませんので、あくまで我流です。だいたい肩幅に開いてっていうね。で、あとはね、普通にこうやってやってもいいのかな。2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回でいいんじゃない？だいたいまた適当なねことを言って。まあね、下半身鍛えておいた方が何かと老化を防げるとか言いますからね。老化は力って言いますから。皆さんね、筋トレっていうとどうしてもこう上半身をね鍛えがちですけど、やっぱりね、下半身、足です、足ね、下半身いきましょう。じゃあ次、もう2セット目、10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とね、ちょっと一回休憩で座ります。どうしてもね、こう筋トレやってる人でスクワットとか、あとまあベンチプレスもそうですけども、すごいスピードやる人いるじゃないですか。うーんとか言いながら、あれってあんまりっていうかよろしくないっていう話を聞きますよね。ゆっくりと負荷をかけた方がやっぱり筋肉育てるにはいいって言いますよね。まあ、あくまでも聞いた話なので、ね、だいぶ前に聞いた話なので、もしね、その理論違うよとか、今はこうだよっていう、そういう専門的な知識あるトレーナーさんとか、あとトレーニーの皆さんね、お前間違えてるよそれってなったら、ぜひコメント欄の方に書き込んでいただければなと思います。全くね、知識ございませんので、あったとしてもめちゃめちゃ古い知識なのでね、その点ご教授のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、ラスト10回いきましょう。じゃあいきまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、おしまい。
なあなあ食べようぜ。バナナ、はい、ということでバナナね食べたいと思います。バナナはね、なんかよくスポーツをする前とかね、そういう時に食べるとなんかいいとか言いますよね。それだけね、なんか運動効率ってエネルギー効率いいのかね、わかんないですけども、ね、まあじゃあバナナ、バナナ、こちらの方ね食べていきたいと思います。バナナ、バナナ好きなんだよね。ではいただきます。おいしい。まあね、なんか食べるときはちゃんとしっかりね噛んで食べた方がいいって言いますよね。あのね、前から照明当たってるから熱いんだよ実は暖房つけてるようなもんでね、めちゃめちゃ熱いの。冷房つけたいからじゃないかな、さすがにね。どうだろうと思うのね。はい、完食でございます。バナナごちそうさまでした。うん、じゃああと今からシャワー浴びてきます。シャワータイムはないからね。